最近週刊誌が MK さんがメトロポリタン美術館の学芸員の職を放棄して妊活に励んでいるっていうふうに言ってますけれども、実際はどうなんでしょうかね、ジョーさん。ニューヨークにはね、お二人の日本人の女医さんがいるっていう話なんですけどね。一人は普通の産婦人科医の方、もう一人は妊活というか、いわゆる不妊治療の専門家だそうですね。具体的にお名前を聞いてもいいですか？一人はね、普通の産婦人科医の、時は誠さん。誠さんって言っても女医、女の方なんですよね。うん、そうですね、はい。コロンビア大学のね、先生で。なんかマー君の奥さんの里田舞さんのお子さんも、なんか彼女を取り上げたとか。二人ともですか？お二人かどうかわからないですけど、お二人目は多分そうだと思いますね。あ、なるほど。うん。で、もう一人はね、産科ではなくて、婦人科の先生で、不妊治療のスペシャリストで、まあ、名前言ってもいいのかな、KK さんですね。ドクター KK さん。イニシャルが KK さんなんですね。そうですね。はい、ハーバード大出身のね、先生ですね。で、うん、で、MK さんは、不妊治療の方に通ってるんですか？これね、去年のね、4月頃ですよ。4月。MK さんがね、大学病院に通院しているっていうのは、週刊誌の記事ありましたよね。あ、はい。これはもう多分ね、コロンビア大学の、この日本人の女医さんのところに診察行ったのと思いますけどね。その頃、うちはですね、その病院は NYU の病院って、NYU ってニューヨーク大学病院ね、病院だと思っちゃって、はい、そういう動画一つね、動画上げてしまったんですけど。全然違ったね。そうね。週刊誌がね、ミッドタウンの病院と書いてたので。でもほらね、うん、ミッドタウンの病院って、うん、で、大きな大学病院って言ったら、普通は NYU と思っちゃいますよね。そうですよね、うんうん。ただね、コロンビア大学もね、病院の、まあ、大きな、大部分はね、マンハッタンの北、ワシントンハイツって言ってね、KK さんが司法試験を受けたところの近所にあるんですけど、うん、そのミッドタウンっていうところにも、そのコロンビア大学の、部員っていうのがね、この KK さんの家から徒歩10分ぐらいのところに、あるんですよ、一応。うん、で、4月にね、妊娠でもし通院していたとしたら、もう生まれてないとおかしいので、まあ妊娠じゃなかったってことですよね。ってことは、今言われてるのは、不妊治療で通ってるってことですかね。そうですよね。不妊治療でね、まあまあ通院するとしてですよ。まずね、MK さんがね、一人ではね、診察してもらえませんので、普通はね、夫婦二人で行きますよ。で、なおかつ、先ほど申し上げました、ドクター KK のその診療所、これはね、この4月にね、パパラッチされた大学病院の中にはありません。つまり、その昨年4月に取られたのは、まあ、妊活とは関係ないんでしょうね。結局4月の通院はまあ PTSD だったのかもしれませんね。うん、まあ、パパラッチされた病院はね、産婦人科と精神科が同じ病院に入っているので、どちらかわからないと、まあ、記事で書かれていましたけど、まあ、その時は妊娠で通ったのではないんでしょうね。うん、今子供が生まれてないね。これはもう多分妊娠じゃなかったんじゃないかと思うんですけどね。まあその後、病院でのね、目撃報道ももう最近聞かないですからね。まあ、今ね、妊活と世間で言い始めてるのは、まだ子供ができているように見えないので、子供が欲しいんだろうと、周りが想像するからだと思うんですけどね。この子供っていうか、皇統問題、この天皇の皇統問題、天皇陛下がね、誕生日に、このことをおっしゃられてましたけど、まさに今、世継ぎがいない状態で、その候補として、MK さんの子供が後継ぎになる可能性があるんですよ、やっぱり。その、永宮家からしたら、H さんはね、まあ天皇になるのかもしれないけれど、子供がもしできなかった場合、MK さんと、シカゴさんの子供がいるかいないかで、今後の、もうこれ、永宮家の存続に関わる重大事故になるかもしれませんのでね。これ、私の勝手な想像ですけれども、MK さんは、子供は欲しいって、前からも言ってるように、本当にお子さんが欲しいんでしょうけれども、男の子を取り立てて欲しがってるんじゃないんじゃないかなって、想像します。こんな風にね、想像する人は多分私一人だと思いますけれども、ご自身が
窮屈な皇室が嫌だったので、まあ、皇室離脱しましたっていうのもあったと思うんですね。その窮屈な生活を自分の子供にさせたいかといったら、そうじゃないんじゃないかなっていうふうに思いました。で、皇室からね、離れても十分、今みたいに政府から援助してもらえるなら、別に天皇にならなくても子供を自由にさせてあげたいっていうふうに思わないんでしょうかね。うん、まあね、確かにね、その男系男子という考えから言うとね、まあ、産み分けっていうことにも考えいくわけなんですけど、まあね、子供自体はね、この、なんていうんですか、MK さんはね、30歳くらいには欲しいって言ってましたからね、そういう意味では、性別はまあ男の子でなくても欲しいんだっていう感じはし、ね、思いますけどね、もう家族でね、ニューヨークで暮らしたいという子供がいてて、まあ事実ね、30歳はもう過ぎたので、今のタイミングで、まあ学芸員の職を差し置いて、まあ、認可するっていうのはおかしくはないですけどね、そういう意味ではね。うん、まあでも30歳ってまだ若いんじゃないですかね、うん、無理して妊活しなくてもいいんじゃないかなってちょっと思ってしまいますけれども、まあ、ただね、 KK と MK って結婚しても1年以上も経ちますよね。まだ子供が生まれてないという状態は、まあ、どちらかというと統計ではね、不妊の傾向があるんじゃないかと考えられるんですよね。特に KK さんが健康な男子だったら、そろそろ妊活をしてもいいっていうのは、まあ、年齢とともにね、子供が生まれる確率どんどん下がりますからね。厚生労働省とかもできるだけ早く、まあそれだと妊活するようにって奨励してますよ。不妊治療って若いからといってやらないと手遅れになる可能性もあると。まずね、検査をして、年いってからだと、この産めなくなる可能性も高くなるので、まあなるべく早いうちからね、まあ不妊治療も初めて、検査もとかね、そういうのも初めて、ちゃんと埋める体っていうのを確認しておいた方がいいそうですよ。もうとにかく後になればなるほど、不妊治療っていうよりもね、不妊のね、原因となっている病気の治療の方が先になってしまったりしてね、どん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 妊娠が遅くなるっていうことになるかもしれないっていうね、言ってます。不妊治療って基本病気ってわけじゃないじゃないですか。で、保険って聞くんですか？それですよ。それ調べましたよ。日本ではね、少し保険が効く部分があるようですけどね。アメリカではね、基本的にはね、保険の種類によっては、ね、もう相当変わるんですよね。大いに異なりますよ。特に、なんかの高度治療っていうのをやろうとするとね、やっぱり原動力があって保険っていうのは、それを超えるとね、保険が効かなくなりますよ。具体的な数字はわかりますか？不妊治療で、まあ、考えるとして、まあ、人工授精ね。これはもう、それほどお金かからないみたいで、日本だと2、3万円とかね。ただしね、こっちはね、クリニックはね、人工授精は普通しないそうですよ。まあ、どうしてかというと、妊娠の確率がとても低いので、こちらのクリニックでやらないですよ。こんなの、まずアメリカで治療として考えられるのは、体外受精ですね。まあ、これがね、なんとね、まあ、日本だと30万円から60万円くらいできるとか聞くんですけれど、こちらだと、まず試験管にね、卵子を取ってくるんですけど、それだけで5000ドル、70万円くらい。しかも、この排卵誘発剤か、排卵誘発剤などのね、薬代とかたくさんいるみたいなんですけど、これ1万ドル以上ですよ。135万円くらいか。ねえ、もうこれくらいかかるんですよ。それで、すぐにね、結果が出ればいいんですけど、まあ、様子見て、受精失敗したら、2回目はまあ、少し薬代は安くなるとか聞くんですけど、それでもね、1回の時100万円とか必要ですよね。で、どこまで保険でカバーされるんですかね。あ、保険のね、種類にもよるんですけど、まあ、最初のうちはね、1割くらい、100万円だったら、まあ、10万円くらいの負担で済むかもしれませんけれど、の回数をね、重ねていくと、この1年の上限があってですね、その、カバー額がね、上限だと、せいぜいまあ、1万5千ドルくらい、200万円くらいですかね。これは限度ですよ。だから、2回目以降は、実費になる可能性が高くなりますよね。実費ってことは、自分たちで負担するってことですよね。そうですね。実費ですからね。だから、これ、じゃあ、2回目100万、200万。まだ100万、200万はまだいいですよ。公共医療をね、提供する病院に、行くとですね、
下手したら1000万円とかもあるんですよ。それじゃあ今のね、あの経験士の600万円年収、うん、足が出ちゃいますね。まあそれはもうこんなんでやろうと思ったら大変ですよ。まあね、でもね、彼らにはね、ちょっとあの収入が他からあるみたいな。ああ、例の8億円ですか。8億円ですかね。まあ、あとね、まあ、治療費はね、やっぱり、その、エイミアのこのご両親もね、応援するでしょうし、あと、KN 庁、それから外務省、これは後押しするです、政府ね。で、8億円あれば、さすがに困らないでしょうし、これでね、無事、妊娠にこぎつければ、エイミア家も安泰、岸田政権も安心ですよ。あのね、ちょっと、この人たちって、民間人になりましたよね、二人。そうですね。二人っていうか、まあ、一人は最初から民間人ですけれども、うんうんうん、で、後継ぎとか、そういったことを関係なしに、ただ子供が欲しいっていう観点から言うと、アメリカだとですよ、うん、アダプトっていう選択もありますよね。養子、養子を取るとか、アダプトってそこら中の人がしてます。うんうん、で血がつながってるとか、あんまりこちらの人考えないので、うん、まあ、キリスト教精神の人で言うと、うん、まあ、隣人を助けるとか、うん、そういう観点からいろいろものを考えるのでね、うんうん。で、実際ね、妊活をするよりもですよ、うん、あのそのアダプトをすると、うん、両親の体にも負担はかからないし、うん、で妊活に関するお金も必要ないし、で両親に恵まれなかった子供にとっても、まあ、そういう人たちにアダプトしてもらえるってことはとっても有意義なことだと思うんですね。うん、まあ社会的には確かにね有意義ですよね、そういう意味ね。まあ、ただしそれやっちゃうとですね、彼らはねそれこそ皇統から外れてしまって、まあ天皇家からもう外れていくという選択をするっていうことになっちゃうんですよね。まあね、あの、お二人がね、そういうことをするとは絶対に考えられませんけれどもね。うんうん、まあ、とにかく、妊活って皆さん言ってますけれどもね、アメリカで妊活するっていうのは本当にたくさんのお金がかかるっていうことが、まあ、わかりました。うんうん、そして、そのお金は税金から出てるかもしれないってことですよね。そうですね。とにかくね、まあそこですよ。さあ簡単にね、今妊活頑張ってるんですよ。あのね、学園じゃないし、あのね、メトロポリタンよりも妊活って言うけど、そんな妊活が簡単なもんじゃないんでね、その、お金がいらないんだったらまだしも、これ、相当な高額が動きますよ。こういうことをね、我々庶民だと、まずお金がね、すごいかかるんで、どうしようっていうのが普通の、考えなんですよね。で、それに十分に、そういう収入のある方は別として、この人たちは収入とか考えないですよね。そういう意味ではね、自分たちが、妊活した方がいいねと思ったら、普通に妊活して、すぐ病院に行っちゃう。病院に行っちゃって、で、そのお金がいくらだとか、うん、ね、これで100万円かかりました。これで、200万円で、1000万円だって言っても、ああ、そうっていう感じで、その、まあ、じゃあ、その、それを、どなたか、お払いになるのか、まあ自分たちはそこの部分は、その高いとかはまず二の次ですよね。まずやらないといけないっていうのはこれだっていうふうに思えば、その、そこのことで躊躇することは多分ないと思う。そういう苦労はね、我々庶民とは違って、苦労がない生活をしているのでね、だからちょっと妊活って簡単に言いますけど、その週刊誌が簡単に言うようなもんじゃないです。我々の普通の人にとっては認可するって言っても、そのこうね、不妊治療っていうのはそんなに簡単なもんじゃないですよ。お金が、だから私たちっていうか日本国民が彼らの認可を支えている、うん、そうですよね。そうです。まあ言えば簡単です。我々ではそんなね、境遇にあればできますけど、そういうことですね。まあそういうね、後ろ盾があるから、その血税っていう。できるのかなと思っちゃうとね、いいのか悪いのかちょっと、いやいや、だから、うーん、いいですねっていうのは皆さんに支えられていいですねっていう意味ですよ。まあね、なんか、まあということで、まあ、今回もご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。